ヒカキンゲームズ、ブンブンハロー YouTube。 皆さんどうも、ヒカキンの偽物です。今回はオパスさんと一緒に荒野行動をやっていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。今挨拶してるところ、ちょっと参考の画像出したいけど怖くて出したくないですね、あんま。どうしたもいいっすよ。いや、ちょっとなんかどんどんね、やっぱそういう権利回りうるさくなってってるんで、世の中。何これ、ディズニーランド？いや違います。それも参考画像出せないやつだな。なんかディズニーランドに似てるね。はは、違うよ、これは荒野ランドだよ。おひょ、荒野ランド。全部今の画像使ってください。もう君と会えなくなりそうだ。もう君とは会えなくなりそうだ。これ荒野ランドって追加されたの結構前ですよね。そうですね、半年以上経ってますね。俺初めてなんですけど。いや、意外と狭くておもろいっすよ。はい、狭いんだ。意外と狭くておもろいっす。なんか知らねえ車いっぱい追加されてる。俺ガチャから離れちまったからよ、このゲーム。いや、あの、離れてなくてもどうせ車出ないんで。俺どうせ出ないんだ。俺今25万円連続するっすよ。マジで？やばくないですか？かわいそうっすよ。まあ、お金を使える喜びっすよね。やっぱ推しに貢ぐ？自分推しがネットイースなんで。よかった、お金使えて。嬉しい。さあ、やっていこう。やっていこう。てか最近なんかヒイラギさんコラボ動画減ってない？全体的に。減ってる。どうしたの？なんかあったの？アルマジロとやって気まずくなった？違うよ。なんで？今娘ばっかりやってんの。単純な答えですね。マジで馬娘しかやってないから。いくら課金しました？だって、あー、馬娘30万円っすね。やりすぎでしょ。リアルで競馬できるじゃん。だってリアル馬娘できますよ。あ、大丈夫さ、あの、俺いくらお金減っても仮想通貨でプラスになるんで問題ないですよ。あー、なるほどっすね。まあ増えるね、目処が立ってるんだったら。実質ノーダメージっすからね。あ、そうそうそう、うん、やっぱ面白いなと思うゲームにはやっぱ全力を尽くしたい。ん？オッケーっす。俺もやったわ。ナイス。俺うめえこのゲーム。そうですよ、あなた PS で、PS でこのゲームで再生数取ろうとしてた人ですからね。一応違いますよ、俺 PS で再生数取ろうとしてないです。俺、はい、車の課金で車めっちゃ出たっていう釣りサムネで再生数取ろうとしてました。懐かしいっすね。なんか俺さ、昔の動画見てるとやっぱさ、なんか、ああ、はい、これで再生数取れてた時代よかったなって思うこと最近多いもん。ああ、なるほどね。うん、多い。まあ、それは俺もそう。ね。全体的にマジで YouTuber が増えすぎてるから、なんか、それはそう。ね、うん。どんどん本当、ひたすら分母が増えてって分散してってるって感じだから。より熾烈な争いになりますよ、 YouTuber はこれから。どうするんすか？俺はだってこのほらジムっていう明らかに働き口を一個作ったじゃないですか。はいはいはい。ヒイラギさんってどうするんすか、今後展望的には。あ、俺ですか？あ、俺仮想通貨っす。投資家。投資家ヒイラギ。いや、でもまあ正直 YouTube 以外やりたくないんで、はいはい、俺仕事したくないんすよ。仕事したくなくて YouTuber になったのに、仕事みたいなこと始めちゃったら本末転倒なんで、うん、ああ確かに。俺は楽して稼ぎたいんです、 YouTube で。好きなことしていきたい。ゲームして、ああって言って、チコマコって言ってお金稼ぎたい。ナイス。あ、そう、P をめんどくさいんでちょっとやめてもらっていいですか？そうさーん、そうさーん。え、このマップマジで減り早い。あ、もともと60人スタートっす。あ、そういうこと。あ、これプレイヤーっすよ、気をつけて。危ね。ナイス。まあ変なところでうかつにね、俺ら YouTuber に喧嘩売ったのがね、悪いんですよ。なんだ、撮影の邪魔すんな、訴えるぞマジで。怖っ。おお、めっちゃ撃ってくるやん。俺馬乗ってる間オパスさんなんか活躍しててずるいな。うす。え、馬娘じゃんこれ。病気っすよ。マルゼンスキー、マルゼンスキーっすか、それ何すか。マルゼンスキー、俺これで勝とうこの試合。俺馬からもう絶対降りない。馬娘で荒野行動優勝っつって、あの東海帝王の画像使いましょう。サムネで。絶対伸びない。やばい、馬娘ワンキルした俺。それマジ怒られますよ、マルゼンスキーで人引き殺したらやばいっすよ。めちゃくちゃ怒られますよそれマジで。めちゃくちゃ怒られる。荒野行動面白いじゃん。ちょっと俺飽きてきてたけど馬面白いよ。いや、まあもしかしたらね、次回あたりあのガチャであの馬娘コラボ来て、それの馬のスキン変わるかもしれないですから。絶対無理だ。これ馬って倒せるんですか？あ、ちょっと減ってる減ってる減ってる、やめて。ごめんごめん。馬、動物虐待。ああ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 、怖い。動物虐待。怖い人たち来る、怖い人たち来る。うわ、
もう足しか生きてないこの馬今。何それコナンじゃん。デレ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 コナンじゃん。やば、どうしたんですかそれ。コラボしました。コラボしました。コラボしました。あ、車の音撃ってきてる撃ってきてる。あ、いた、出た。オッケー、一人プレイヤーカット。ナイス。もうジェットコースターだろ。え、待って、敵乗ってんだけど、ジェットコースター。びっくりした。うわぁ、心臓止まるかと思った。え、てか、あ、これ動けないんだ。あ、アンチがいっちゃいません、大丈夫ですか。え、これやばいかも、やばいかも。おお、すげえ。すげえ、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 アンチがいだ、痛い。え、待って、え、待って、撃たれてる、撃たれてる。やばいやばい。あ、でもこの速度さすがに SR 当てれんべ。回復しなきゃ。待って、早く早く出て、早く出て。ダメージやばいって。出発まであと2秒、1秒。え、待って、これガチダウン。あ、あ、早く入って、早くアンチ入って、早くアンチ入って。あ、間に合わないこれ、待って。あ、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 し、死んでも移動してんですか。あの、レールの上でダウンしました。新幹線、新幹線で。何やってんだよ。おい、俺の馬見ててね。はい、俺の乗馬プレイ。あっ、うまい。やつまんねえ。2人ともギミックを楽しみすぎてやられちまった。最低だな。なんか最近なんかいろいろともろもろ落ち着いてきたんで、普通になんか昔みたいになんか過激な動画撮りたいっすけどね。過激な動画、過激な動画。最近俺ら丸くなってますよ。よくないっすよ。競馬やんねえか。え、そっちに過激を求めてしまった。おばさんちのテレビで馬券ネットで買ってテレビ音をゼロにしてさ、はい、俺らの方にカメラ向けてさ、させさせって言ってる動画撮らねえか。誰が見たいのそれ。で、その勝った額、はい、競馬で勝った額、荒野に突っ込みます。どうすか。きっつ。それ何も得るもんないっすよ。競馬で負けたら反省の意を込めて課金します。競馬で勝っても課金します。完璧。もうどっちも罰ゲームじゃん。え、荒野行動に課金できるのってご褒美なんじゃないですか。いや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 、やっぱね、したい時にするのと同じじゃないですか、やっぱ課金って。なんか しなきゃいけなくてする義務感は違うと思うんですよ。オンリーと一緒だと思うんですよ、課金って。やっぱ、あ、なるほどね。そう、しろって言われたらなんか嫌じゃないですか。はいはいはい。したい時にやっぱするのがいいんですよ、一番いい。そう、課金とオンリーは一緒なんで。いい企画だと思ったんだけどな。過激のベクトルがそっちに行くのか。どういう過激がいいんですか。まあ、できればね、昔みたいな動画全体的に撮りたいですけど、トーク内容的にも。あ、お、許される範囲内で。そんな過激だったトーク内容。いや、意外と過激だったと思いますよ。動画見てると昔のやっぱ動画クソ尖ってますもん俺ら。深夜番組でもドンビクレベルな内容話しましたよ。おお、てかオパスさんが多分丸くなったんだぜ。ああ、俺がまあ丸くなりすぎたっていうのはある。俺だって今年入ってから性癖の話とかは全然してないですもん。性もメンヘラも何も話してないですよ多分。確かに。うわっ、待って、めっちゃやばい。え、どこ、うっく、だよね。性癖の話、いつものあれじゃないですか。なんすかいつものあれ。待って、うわ、いる、いやー無理だよ、戻れなかった。もう新しい女の子探して、その女の子に性癖の話させましょう。それで再生数稼いでお金を稼ぐ。いつものやつ。女を性的消費させる。言い方の問題だった。それはね、言い方が悪いです。次回、性的に消費されるのはこいつだっていうね、次回予告が入ってね。ちょっと性的消費されてもいい YouTuber の方、女性 YouTuber の方、ぜひ、お声掛けいただければなと思います。コメント待ってます。バイバーイ。バイバーイ。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくと血色食らわなくなりますよ。あ、あね、頭がない、血色食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす、奇跡を起こす。いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。